そろそろ寝よう。みんな行っちゃうと危ないです。あー、このイベントか。誰に寝させよう。天然、マイペース、クール、慎重。トーカさんってね、リアルな話するとね、夜強いんですよ。まあ、土日とかね、朝4時ぐらいまでゲームして朝日見とるっていうぐらいですから、トーカさんは余裕だと思います。眠ない、ないよ、不安だから。はい。不安だ、ゲームやってんでしょ？あ。暗いか。あれ、まだ夜か。二人は静かに見張りをする。あ、いいね。二人でやったら、二人仲良くね、そうな気がするけど。おお、二人とも起きてんだ、ちゃんと。あ、で、おはよう。そっか、暗いか、寝てないことになっちゃうのか。あ、来た。来たね。この先が、大魔王トランプの城がある火山。いよいよ火山だね。大魔王も気になるけど、火山って熱いのかな？熱いんじゃない？汗だくねって戦うな。なんだか嫌だな。熱中症にも気をつけないと。そうだね。この時期は本当にね、気をつけないと熱中症か。僕はね、なったことありますけどね。なったことありますよ。僕は暑さ鈍感なんで。こまめに水分を取りましょう。今時のセーフだな。それでは、今夜はたっぷり水分補給だ。乾杯。いいね。なんか、この先が読めてきたんだけど。あれ、先読めます？皆さん。もしかして先皆さん読めます？はい、その通りです。はい、その通り。再び来ました。三度目の強襲。強襲三度目の。ああ、やっぱり。ああ、やはり。ああ、やはり。三回目も。おや、でもしかし。ちょっと何か違う点があります。今までと。あれみんな、またかこれで3度目かな大魔王トランプにしつこいの。空との仲間たちを連れ去られた。この先で大魔王の城にな。よし、行こう。あれあれそうです。そうなのだ。今度は大魔王が効かなかったらしい。いよいよ体勢ついたよ。おお、おそらく旅の中に座った神の力のおかげ。もうだって最大だもん。わしも誇らしいぞ。さあ、大魔王氏は目前だ。行くがよい、ティラよ。さあ、仲間全員連れ去られ、ティラ一人となりましたが、最後のところに出発するところですね。いやー、こっからだよー。やっぱ、ミートピア、こっから盛り上がるよー。来たー。初めてのマップ、火山。来ましたね。火山への道。ここにね、大魔王の城があったり、今まで捕らえた仲間もいるわけです。正直ミートピアは、ここからがね、正直、本番といっても過言ではない。終盤というより中盤かなって感じですね。はい。また一人になっちゃった。僕一人で大魔王戦うの？無理無理無理、絶対無理。まずはされたみんなを見つけよう。そうだね、仲間を増やす感じですね。もしかしたらね、道中にどっかね、抜け出そうとしてるかもしんないじゃないですか。だから、まずは仲間を探さないと大魔王戦うのは難しいですね。さあ、そんな中ね、始まるわけですよ。一人で、突破を！一人でね、今までの敵と戦うわけですね。ね、一人で戦おうっていうのにお前は何をしてるんだ？あー、もう一人でやってるってのに。1対1ってなるとね、なかなかね。まあ、でもね、馬がいるのでか。よっしゃー、はい。行きます？はい、さあ、シュートイン。まあ、でも自分は料理でドーピングしちゃうから強いぞ。いやいや、火山に行っちゃダメなんだよね。なんか、火山にもいます。アブさん。まあね、アブさんはだって、僕の知ってる限りね、このゲームをクリアした人だから、ここにいてもおかしくないよな。記憶力試しの、覚えてパレード。何それ？覚えてパレードって何？なんか覚えないくちゃいけないの？なに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 ？アブさん、通り過ぎる人々、マジか！チャンス一回。ちょっと待って待って待って。通り過ぎる人々？はい。ミナト、アイリン、ガノン、組長。あ、なんか最初の街の人たちばっかだね。結構インパクト強い人が多かったな。はい。
いやいやいや、いなかった。それはいない。さすがにそれはいなかったわ。なるほどね。はいはいはい。あ、これで終わり？なんだ。3問ぐらいあんのかな、思ったけど、さすがにそれはないわ。アブさん、それはちょっと僕を舐めてますよ。底辺だからって舐めないでください、アブさん。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、これやばい。待って、スケルトンにはめられた後に、これやばい。これだとはめ殺される。あー、しゅ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 、怖い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 。スケルトンから始末したかったけど、足らなかった、火力は。いや、それは初めにやってくれよ。危ねえ、はめ殺せるとこだった。ちゃんとドーピングしてさ、レベル上げとかんと、こういうことになるかな、ここ。危なっかしいわ。うまっ。これはもう普通に。いくよー、せーの、はーいって。一人だと屈指の難関ポイントでもあるかな、ここは。ん？おー！みんな3人いるでやん。ウィッグ三人衆、ウィッグ三人衆が顔を捉えてる。ミアルカー、シオン、リリアー、みんな悲しがってんじゃん。ほら、ティラ悲しがってる、ほら。岩田社長、ふむ、あなたは。ああ、岩田社長、お会いできてよかったです。この三人はお仲間でしょ？うんうん。顔を捉えてうろうろしていた、ってことは、はい、うろうろしてたっていうことは、大魔王に顔を捉えて、まあ、うろうろしてた頃を、ホラーのやつでかくまったのです。岩田社長様様ですよ。三人の子はまだ近くにあるでしょう。助けに行きますか？怖い、やだ。ふむ、そうですか、残念です。うん、行く行く。それでは私もご一緒しましょう。大賢者岩田社長が仲間に入った。すごい文章だぞこれ。長いなんで名前が。大賢者岩田社長が仲間に入った。さあ、 NPC 正当位の岩田社長、その強さは。そしてね、この3人と共に、この3人の顔を取り戻すため行きましょうか。ふむ、そうそう、これから私も一緒に戦いますね。おお、それは心強い。大賢者岩田社長、でも全力を出しません。え、なんで？あなたの成長を妨げないためです。あなたはこれからどんどん強くなる。そんなあなたを見守りたいのですよ。へへ、ありがとう岩田社長。さっきのショーの終盤の敵なんで、来た、お手伝いします。ライトニング。30点だよ。30強くない？30は強いじゃん。30点のは強いんだよな、すでに。オッケー。普通に火力として貢献しすぎてるって。ライトニングでパンチ入れてからの自分がマイペース、どっちでも大丈夫からね。もうケチったとしても大丈夫だからね。岩田社長の火力ありがたいわ。めっちゃ火力出る。今までの仲間と違うぐらい火力が出る。炎に焼かれ、はい止まれ、フェイント。うわぁ、マジか。何今の、何今の、何これ。上級、中級、初級、実況者として上級を選ばない理由はない。いけ、上級だ。上級すぎ、上級すぎ、ちょっと待って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 。え、これってさ、あれ、安全地帯もいけないんでしょ？守りの振りかけもないんでしょ？よい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 よ。あの、すいません、上級すぎません？それ、だってさ、もう分かってんじゃん。ほらほらほら、逃げ帰って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 。岩田社長ってさ、うん、なんでしょう。なんで大賢者って呼ばれてんの？そうですね、私は世界を旅するただの魔法使いです。旅先で人々にいろいろ教えていたら、いつの間にかそう言われていました。賢いもの、大賢者なのね。実を言うと気恥ずかしいのです。いやいや、もうあなたはレジェンドですって。レジェンドですよ。そうなんだ、大賢者岩田社長もかっこいい。やめてくださいよ。いや、もうあなたはレジェンドなんだよ。ただその分俺はちょっと辛いんだけど、実は。レッド剣、カフェ、ティラ。はっはっはっは、なんこの分は。デート一緒に行く相手がいないや。俺じゃん。もうそれ俺だよ。アブさんのリベンジ、覚えてパレード。いや、アブさんのリベンジだね。
チャンスは1回。まあでも1問しかないからね、しっかり覚えれば。そんな難しくなかったしね、さっき。さあ、そんなすぐ通り過ぎるわけでもないし。誰が来るのかな？あー、はいはいはい。結構、ちょっと待って、増えた。何番目とか言ったらどうしよう。何番目とか言ったらやばいな。あ、ラリー最後にいたよ。最後にいたじゃん。最後にゆっくり通り過ぎとったけ。さすがにそれはわかるよ。よかったよかった。何番目に通ったとかあったらやばかったな。今、追い抜いとったねもんな。いや、アブさんだから舐めすぎですよ、僕を。リリアの顔この辺かな。あ、リリア様？リリア懐かしいな。そうだね。一章の4人目かな。うん。リリアってどんな顔だっけ。おーい。まあ見たら思い出せるね。それはダメだって。正直。一人ずつやらないといけないけど。おーれマグマリリアスライム。マグマスライムにね、なんか、リリアマグマスライムのなんか語呂がいいんだけど、語呂が逆なんだよな。でも、あの無双ぶりを、いや、うちの仲間たちが全員、魔王になってるってことも知らず、いってぇ！お手伝いします。でも、一回行動なら、大丈夫。一回行動なら、しっかり、回復とかしながらやれば、そんな怖いもんでもない。振りかけ使って回復するだけ。いてぇ！食らいなさい。ライトニング！まあ、このターンはね、ふりかけ使って。まあ、これは上等手段ですね。バナナ食べてもあんまりダメな適当にやっとこう。今なんか言ったのお前。今なんか言った一人だからって。一人だとお前そういうこと言うのか。まあ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 。炎に焼かれ、ハイトだれ、フレイム玉マグマスライムでフレイム玉撃つな、お前。それでも効か、あ、終わるわ。さあ、ラスト、行きまーす。行きます？スラッシュよーし。ありがとう。よし、リリア様もどんどんでかいな、これ。さあ、リリア様の顔が。いやー、仲間の顔をこうやって取り返すっていうのはちょっとなんか熱い展開だよな。今までの仲間が敵対したけど、再び戻ってくるのは熱い展開。いよいよ来たか。お前、その笑い方やめろ。あ、顔が戻ってる。いやー待ってたよ、リリア様。助かった、ありがとう。ティラ、また一緒に旅できるね。まずは一人目ですね。助けられてよかったです。さあ、行こう！来たー！これは強すぎるぞ！ここにリリア様いんのでかいって、絶対。一章の仲間は強いよ。あのね、二章、三章は体験版の分とかないからやったけど、一章の仲間が入るのは絶対に強い。よっしゃ、リリア様、期待してるぜ。大魔王、なんで顔を奪うの？はい。ふむ、そうですね。一言で言うと、怪物を操るため。まあそうだね、顔を奪って怪物につけてるからね。大魔王はたくさんの怪物を生み出します。でもその怪物たちは、そのままではまだよく、不完全な生物です。そこに力を与え、大魔王を従わせるのが、人間の顔？そうなのです。顔って不思議だね。本当に不思議ですね。さあ、リリア様、初陣でございます。レベルは16。強いよ。俺より強いんかい、お前。リリア、俺より強いじゃん。頼むわ。あ、でも自分の方がドーピング的には上なのか。いや、でもリリア様頼むわ。クール、あ、そっち？あ、待ってか、そもそも、もうそのレベルの、今日、久しぶりにその技行くこと聞いた。ん？さあ、こっちには誰がいるんだい？塩！塩雲！黙々塩！黙々塩！リリア様、初陣です、ちなみに。リリア様、さっき、だって何もできなかったもんね、理由上。リリア様、ここで火力出してくれりゃいいから。マイペース？まあ、リリア様はだいぶ安定するでしょ。あなたはもう一生でもう英雄みたいなのすわ。メガファイヤー！もう、強い！メガファイヤー強いなぁ。あーい、一生の絆がこんなところで。一生の仲間、体験版からの仲間はやっぱ強すぎるわ。痛いっていう。お手伝いします。ライトニング！いやー、リリア様に比べると岩田社長の顔が急になんか、しょぼく見えてきた。
言っちゃダメなんだろうけど、あーいいね。一生の仲間は絆度も高いからね。リーダー様任せい、メガファイヤーで、うわー140出る、フレームタワー超えてる。ここ食らう、食らいなさい、ライトニング。あとどんぐらい、もう終わるでしょ。あーもうちょっとかかるな。ここ振りかけで、じゃあ回復するか。リーダー様メガファイヤー強いけど、もうちょっと、もう一押し。確かにメガファイヤー強いんだけどね、もう一押し足らなかったな。きたー、炎のリンカリ、はい、止まれ、フレームトマン、強かったわ。岩田社長やりすぎたかな。やりすぎたな、ありがとう。塩が戻ったさあ、2人目の塩ですね。よし、まあ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 、仲間が増えてくな。てかここにいるのみんな女性陣だったのが、男性陣もバランスよく配置したつもりなんだけどな。ドキドキ、猫しよう。猫しよう。あ、ティラ久しぶり、大魔王にさらわれるなんてびっくり。でも助かってよかった、ありがとうねティラ。ウインクしとる、もうしおちゃん可愛いんだから、もうウインクしなんてしちゃって、もうあざとえ、もうありがとう大ケイちゃん、岩田社長。いえいえ、どういたしまして。さて残りあと一人ですね。まあウィック的に、じゃあ行こうか、猫しお、これであと一人。ミヤルカの顔そろそろかな。そうだね、あと一人はまさかの一番めちゃくちゃ遅く来たミヤルカちゃんなんですよね。仲間の中で一番遅かったわミヤルカちゃん。そろそろだね。どんな怪物にくっついてたら、もうくっついてる前提になっちゃったもんな。ちょっと楽しみ、楽しみにしないで。いや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 、そうだよ、早く助けなきゃ。そうだね、これで4人パーティー揃うからね。さあ無事に3人、まあ4人で到着したミヤルカちゃん。いや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 、ゴーレムなんだもんな、どう見ても。なんかゴーレムにくっついてんだけど、燃えるミヤルカゴーレム。何があったんだよ、もう。火山らしいモンスターであるんだけどさ。まあでも、シオちゃん HP43 しかないの？リリア様と比べて随分シオちゃん弱っちいな。多分、耐久までの時バフかけすぎたんだよ。リリア様！とりあえずリリア様が主軸に攻めて、シオちゃんも頑張れ！じゃあ、はい、ほーい。火力あるね。水準で。あー！シオ！シオ坂田、お前はあかん。お手伝いします。いや猫は単純に防御力が低いのもあるしな、というかだから下げざるを得ないみたいな、もう何て言うかな、ドラゴンクエストでいう武闘家的な立ち位置なんですよね猫って。なんか耐久力はない。リリア様は単純にもう強引に耐久力確保してるからね。来る、よし、あーいた、俺が当たってる。それ俺当たってんのよ。オッケーオッケー、大丈夫、リリア様主軸に攻めれば、おー、こういう時はどっちだ、非常攻撃、あ、終わるな。非常攻撃だとリリア様仕留めて終わるわ。なんだったここで、リリア様クール、あ、終わったわ。はい、いや火力担当が強すぎるな。よっしゃー、全員か、これ3人帰った。さあ最後の仲間のミヤルカちゃんですね。本当に最後の最後に仲間に入ってきたからな。一番揃ってないっちゃ揃ってないよね君。まあでもそういうバランス的にはそうなっちゃうのか。ふじゃないよ、何笑ってんだよ、どっち見て笑ってんだおめえは。ティラ助かったよ。大魔王の城から急に逃げたんだ、なんだかんだで逃げたんだね。でも途中で捕まっちゃって、他のみんな大丈夫かな。ふむ、それでは城に向かいましょう。他の6人はこの先にいるはず。そうだね、城の途中にいるかもしれない、城の中にいるかもしれないけどね。よし、みんな助けよう。見えるかな、画面張った。これで4人パーティーになった。火山に向かおう。はい。火山に向かおうって言われた。何？職業を変える力。あ、これでかい。ついでに目覚めたようだな。職業を変える力が。大門を後ろに向かう緊張感が新たな力を目指させたか。これでその他と仲間たちは別の職業に転職できる。そして、その他が大魔王トランプに封印された証拠を解放された。これでかいね。姫二人はさすがにいらんよ。僧侶になっていた方がいいでね。戻れるのは、そうだね。めでたいの。めでたいね。